別にやっときました。すごいなんか山道歩きながら結局ここに来ましたけど、これは、日本で2番目の大きい大仏です。1番目は奈良にあるらしいです。前半の高さは11メートルぐらいで1250メートルになりました。でこれはなんか私は調べた限りは昔なんか中建物の中だったけど、建物だけ壊れてそれは残りました。なんかこんな大仏の形の、これまんじゅうだったから買ってみた。見てください。まあ、理科が言った通り、まんじゅうっていうよりなんか、たい焼きに、まあ、似てるけど、こんな感じです。後ろもあります。じゃあ食べてみます。どうぞ、ごめんなさい。中に何入ってる？カスタード。うまい。おいしいよ。やっと長谷寺に来ました。はい、ここでアジサイが有名な場所なんですけど、まあ、多分すごく有名で人がすごく多くて、アジサイより人が多いです。で今まで90分ぐらい整理券買って90分ぐらい持って、で今さらに並んでてすごく人が多くて、それだけ有名で綺麗な場所なんだよねとは思う。これ見てください。いろいろな種類が違います。これとこれ違います。種類がMy забрались наверх на гору, и отсюда открывается потрясающий вид на море. いっぱい見ましたけど、どうですか？綺麗でした。綺麗ですね。普通東京でもいっぱい実際見るけど、ここは特に多いです。山。特にロシアとかウクライナは実際全然ないから、すごく楽しかった。雰囲気が。それでは以上、アジサイでした。鎌倉の長谷寺のアジサイでした。じゃあね。じゃあね。